我輩は千冊であるあのみんな僕のことを使ったことあると思うんだけどあのさっきさあのシリア君にさちょっとジャパニーズホラー的な前説をやってくれるって頼まれたんだけどどうなんだろうね。あのとにかくさ去年のハロウィンのお化け屋敷の仮装僕の仮装覚えてる人いるかな。ジェームズ誰だったんでしょうか。歌子ジェームズ誰だった。ジャック・ザ・リパー。そう切り裂きジャックだったんだ。だからすごい、まあ、誰だって知ってるあの未解決殺人事件なんですけどよく考えるとね夏目漱石のイギリス留学はねちょうど切り裂きジャックが活動してた年間じゃなかったんだ。だからもしかしたらね夏目漱石あのノーベル賞を取ってんだけじゃなくて日本の一番世界中に知られている連続殺人鬼でもありますよね。っていうことでセリアI'm sorry.
Yeah.
ます。